友人と二人で行ったタイ旅行、目指すは夜の街ナナプラザ、眩しいネオンが僕らを歓迎する。ステージで踊る女性たち、その中でもとりわけ輝く64番、僕は迷わずその子を指名した。不慣れな日本語、おしとやかな態度、そのすべてが愛おしくて、そのままホテルに調校し、生まれたままの姿に。しかし部屋の冷房は壊れていて、うだるような暑さ、溢れ出す性欲も合わさり、射精と同時に失神。彼女は僕が死んだと思い込み、隣の部屋の僕の友人に助けを求める。友人の目に飛び込んできたのは、惹かれたカエルのように白目を向く僕。ごめんな友人、ありがとう友人。ちなみに友人の指名した子は、実は一物がついていました。どまいや。